長野県の皆様、こんばんは。ヤミーです。料理研究家のヤミーさん、たった3ステップでパパパッと美味しい料理を作っちゃうスペシャリストなんです。今日作るのは夏野菜のホイコーローです。旬の素材を美味しくいただける一品です。今日も楽しく3ステップクッキング。ステップ1は具材の下準備。ナスは一口大の乱切りにして水にさらします。パプリカとピーマンも一口大の乱切り、ネギは幅1センチの斜め切り、ニンニクは薄切りにします。豚肉は幅4センチに切ります。ズッキーニやオクラ、冬瓜など夏野菜なら何でも OK ですよ。ステップ2は合わせ調味料作り。味噌、酒、醤油、砂糖、片栗粉、水を混ぜて合わせ調味料を作ります。調味料を合わせておいた方が時間も短縮できますし、味付けの失敗もなくなります。ステップ3は一気に焼きます。フライパンにサラダ油小さじ1を入れ、豚肉を並べたら火をつけ、中火で色が変わるまで表裏を焼きます。残りのサラダ油をフライパンに入れ、ナス、パプリカを加え、5割ほど火が通ったらネギ、ニンニク、豆板醤を加えて香りが立つまで炒めます。ピーマンを加えて合わせ調味料をかき混ぜながら回し入れ、炒めたら完成。ご家庭にある調味料でもしっかり美味しい中華料理が作れるんです。夏野菜と豚肉が疲れた体によく効きます。ご飯のおかずにもぴったりです。皆さんもご一緒に3ステップで簡単ヤミー。レシピは公式ホームページでもご紹介しています。ではまた来週。今日の料理は素材の旨味がしっかり引き出せたな。今回のポイントはガスの炎、炙り高温炒めスイッチをオンにすればおよそ290度に自動で温度調節、一気に炒めるから調理時間も短くなります。圧力鍋を使った調理にもおすすめです。皆さんもガスで美味しい時間を過ごしてみませんか。プレゼンテッドバイ長野都市ガス。